さあ、んで大きいのもありましたが、これもあるのでね、これちょっと小ぶり、すごくちっちゃく見えるんですが、結構大きいです。これはね、素材は桜で、こういったちょっと船型の長い深皿、まあ、これもまあ木のボールみたいな感じですね。これでね、カレーとか食べても美味しいです。結構ね、人気がある形です。これも同じように木漆をね、これも2回目です。2回目の漆塗りしてやります。これは桜の木なので、割としっかりと硬くて密度のある材質なんで、これはあんまし漆をね、ガンガン吸い込むいう感じではないですね。2回目ともなると、で、しっかり艶が持ってくるっていう感じがありますね。この船型のやつは室に入るので、室に入れて置きます。まあ、これ外に置いとってもいいんですけど、邪魔いいか。まあね、ゴミとかがたくさんかぶってしまうような状態っていうのに置いとく必要もないのでね、室に入るものは室に入れてしまいます。よし、でまた拭き取ると、かっこいいね。これでもかっこいい、うん、これもね、あ、これはね、真っ黒の仕上げだ。白はね、ラグね。この後、あと2回木漆をまた今と同じように木漆を2回重ねて、真っ黒ツヤツヤの状態に仕上げていく予定です。うん、まあ、こんな具合ですね。これは室に入れます。よしと、まあこんな具合で漆塗り作業、でっかいものたちの漆塗り作業っていうのもやってみました。まあそんな感じです。じゃあね、バイバイ。